さあ始まりました、はい、ブラックパイナー SOS の YouTube、はいというわけで、今日は、はい、いつもとちょっと違う場所からお送りしてるんですが、ね、はい、ここがどこかと言いますと、うん、浅草東洋館の、はい、楽屋なんですね。そうですね、はい、今日ちょっとライブが、はいはい、この浅草の東洋館でありまして、はい、それでまあ僕らはこの YouTube 始めたのも、うん、まあ、水曜日のダウンタウンで浅草キットを歌ってからじゃないですか。はいはい、まあまあそうですね、はい。はい。それがきっかけで。はい。始めたので、ちょっと、なんか今、ちょうど1ヶ月ぐらい始めて。はいはい。で、このタイミングのこのライブが入ったのも、まあまあ、多分、誰かが水曜日のダウンタウン見てくれて、浅草ぐらい出してあげようって多分思ったと思うんですよ。そうなんですか？多分そうだと思う。ちょっとね、今 YouTube1 ヶ月経ったんで、はい。ちょっとどうですか ?YouTube の。今やってみてですか、はい、?1 ヶ月やってみて。そうね。まあ、なかなかやっぱりそのチャンネル登録者数どう予想とどうあ予想よりどうでもまあまあ近似値っちゃ近似値なんだけどなんかすごいさお前、うん、自分の顔を見るねなんか自分の真実と向かい合ってなんか喋ってんの俺の方を見るかさカメラの方を見るの分かるけ どこっち見ちゃうとこれ全然映んないでしょカメラの見てどうなんかさ、うん、俺と目が合わないなと思ったらさお前鏡の中の自分とさ本当の自分と対面してる喋ってそう今鏡の向かって自分と対面して喋ってみる自分と、うん、どういやーどうよまあ YouTube1 ヶ月始めてみてさまあそうね思ったよりはここ2パターンやなくてこっちにいるからここで2パターンやっちゃうと4パターンになっちゃうこっちが喋ってくれないからいやこっちの方がどう、うん、でもまあ思ったよりは伸びないなとはああそう思ってきたそんなに人気ねえよ何もっとあると思ったんだバカいやそれは知ってんだよまあ、うん、まあ、近似値ではあるんだけど。近似値って言葉気に入っちゃったじゃん。気に入ったわけじゃない。近いでいいよ。近似値と近似値を言うスパンって大体半年に1回とかなのに、もう10秒後に近似値って言ってさ。1回はカットする。え?1回はカットする。それ多いな、お前最近。余計なこと言っても、うん、なんかカットするぞ。いいのかみたいな目で見られるから、なんかね、立場が俺弱くなってきて。違うのよ。別に、その、このボケをカットするとかじゃなくて、昨日もそうけど、28分撮ったものを8分にするって、これめちゃめちゃ大変なの。知ってる知ってる。どこカットすんのってなった場合に、もう、うん、まず最初ざっくりカットするわけ。ざっくりカットしてもまだ15分ぐらいあるの、うん。こっからどん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 やっぱ強い。いいよ。いいけど、多分、うん、今日の今の前半とか俺カットされてるでしょ。でも、ここのところ、はい、今カットされてないよ。だずるいんだよ。お前なんか自分に甘いんだよ。だ同じぐらいの分量に、いや、同じぐらいの分量にしてくれたら俺も何も、うん、もちろん思わない。なんかしょうがないなと思うけど、うん、若干よ。別に、若干、やっぱ自分が可愛いんだよ。いやいや、そんなことないよ。だから、この間のは、うん、本当に大変だったの。本のやつで、まあ、3つ紹介したんだけど、うん、2つにしたかったの、本当は。うん、でも、タイトル的に、あれは絶対、項目をね。項目を3つにしたかったんだけど、うん、1つはなんか、本のタイトルになってるから、しぶしぶ入れなきゃいけなくなっちゃって、ちょっと、で、バランスが、まあ。こっちのお前はそう言うけど、ちょっと、川村の中の本当のお前に聞いてみる。うん、どうお前さ、うん、俺と、お前、うん、同じぐらいの面白さがあって、うんうんどっちか編集しなきゃいけないって言ったらどっちを編集する、うん、そしたら山田くんをカットする。うん、聞いたぞ今から鏡の中から、ね。本当の。あとなんか。こいつが真実かどうかわかんない。なんでみんなからその喋り方なのわかんないけど。こっちが喋ってる腹話術的なね、感じだったんだけど。まあでもその子は、でもあれかな。だからそのさ、うん、なんとなくさ、うん、もう役割分担っていうかさ、うん、もう完全に内藤が編集するってなって、はい、俺がサムネ、はいはいはい、と、タイトルつけて、はい、あと SNS 担当みたいになってるじゃん。はいはい、で、あとなんか企画、うん、うん。マジさ、うん、狂いそうになるね。俺マジで本当にノイローゼになりそうだよ。あのさ、うん、まあもちろん編集は大変だ。うん、なんなら俺、うん、全部足してもナイトの方が大変だと思ってる。うん、そこはいいんだけど、うん、SNS さ、頭わけわかんないから、俺今上げてんのさ、うんうんうん、単純に自分のツイッター、1日2回は大体上げてんの。普通にツイッター、あと、ゆるキャラの皮肉も毎日やってるわけ。うん、俺5年半前につぶやいてたから。すごいよ。それは偉いよ。それで、インスタもやってるわけよ。うんうん。それで、インスタの、あ、インスタ、TikTok も始めたわけよ。おうおうおうで、TikTok も、うん、普通に YouTube の切り抜きっぽいやつと、うん、あと、今までの過去のインスタダンスとか、なんか過去のやつもちょっと上げてるの。そうですね。そう。で、それをインスタのストーリーに曲げるの。うんそれを転用して。はいはいはい。それで、あと YouTube のコメント欄もなんか俺が返信担当みたいなとか、YouTube のコメント欄も。そしたらマジでなんかね、もう、一日終わっちゃうの、それやってると。マジでさ。いや、すごい、もうほんとインフルエンサーのすごい人だよ。ほんと、インフルエンサーって大変だなと思うし、うん、だからその YouTube のやつも、俺も、
その TikTok ってさ、はい、何秒とかじゃん。だから、一応編集するというかさ、うんうん、そっから切り抜くんだけどさ、うん、なんかそれさ、もうすげえむずいのよ。多分スマホだからだと思うけど、うん、うまくね、その秒数止められないの。あー、なるほどね。だから、うん、ここで止めたいのにってなったら、うんうん、一回いじるとまた、ビヨってなっちゃうから、うんうん、もう触れなくても、なんか40秒と思っても、うん、最後のとこちょっと確認しただけだけど、うん、また初めから40秒見るのを何回もやったりするわけ。うんうんうん、まじさ、今どこまでやったかもわけわかんなかったもん。あー、なるほどね。ほんで、なんだけ電車の中俺サムネ作ってんの。はいはいはい。で、作って、とりあえずもう、うん、あれこれサムネ作ったっけとか、うん、あれこれはもう、Google ドライブにあげたっけとかね。それがもうやばい。パニックになってくるわけ。本当にやばい。もう素材の動画とかも今とんでもないじゃん。で、だからもう、うん、もう編集任せる。もう今後、俺こっから編集変わったりして、お前インフルエンサーになれないの。いや、確かに。俺もう、嫌だよ、TikTok とかお湯さんでやるのは。ブラパイワオ、まあ、この流れてる時点はわかんないけど、うん、今なんとなく見てると、もう、毎日ツイッター鬼編集をやった方が一番伸びるんじゃないかっていう。ただ単にもう変身マシーンだし。まあ、そんな YouTuber いる？変身だけしてるのを上げる。こんなに絡んでったら向こうも気になってくれるでしょ。毎日、まあまあね、あいつなんか、ね。しょうがねえからっていう、しぶしぶ登録はある。ただ、それで伸びても仕方ないっていうのも多少はあるけどね。まあでも、いろんな人に YouTube をやってることを知ってもらうっていうのはあるから、とりあえず、まだ結構返せてないのもあるから、ちょっと5月の初めぐらいには、もう一回鬼変身。鬼変身やろうかなと思いますけど。あれが伸びますからね。あれ、強いコンテンツですから。うちらの。なんかダサいよ。なんかネタとかが伸びるんだったらいいじゃん。なんかみんなに、うん。いや、いいんだよ。コービーへつらってやっぱ生きていかないと。もちろん。それ大事ですから。そうやってますから。だからそうやって、とりあえずいろんな人にネタとか見てもらうためには、まずそうやって知ってもらおうってことをやっても、うん。はいはい、はい。とりあえず、5月は、鬼変身集中月間。集中月間とか。またなんか機会があったらちょっと反省会やろうか。そうね。まあ、うん、まあまあ、とりあえずまだ1ヶ月だから。これをレギュラーコンテンツにする。毎週木曜日は反省会と。そんな人たちいるの？反省をメインにしてるっていう。はい。で、ちょっとまた、はい、まあ1ヶ月後はわかんないけど、またちょっと定期的になんかそういう区切り目っぽいのがあったら、また反省会やります。そうですね。はい、出していきますんで、これからも引き続き応援よろしくお願いします。はい、チャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。